ラジオエジです。12月8日水曜日22時23分をまりました。ラジオエジの夜トレ儀。なんか力がない感じがしませんか夜トレ儀に。力がないんですよ <laughs>。なんかね。今日は早めに動画を進行させるようにわーってやってきた。で、やってきたんですけど、なんかね、 ここへ来て力が出ません。<laughs> 僕に力をください。力が出ません。えー、声がね、大きな声が出ません。ヤッホー。<laughs> 大きな声が出ません。力が出ません。なんか脱力していて、全身から何かが抜けていくような力が出ません、えー。で、止まってしまいます。ぐだーっとなってしまいます。なんででしょうか 廊下でしょうか。えー、よくわかりませんが、今日も頑張ってここまでやってまいりましたがね、力が、力が出ません。えー、力をください。<laughs> あ、今日のテーマ、ETF 上場投資について詳しく知りたい。ETF 上場投資について詳しく知りたいよ。 これを今日やっていきますけどね。今日はなんか夜にちょっと相場に変調があって、ドル円とか何かがこっからパッコーンと上がったんですよ。で、今のところちょっと材料調べてたんですけど、材料がわからない。なんで上がったかわからない。えー、何もかも上がった。こっからパッコーンと上がった。えー、8時45分くらいかな。米国30。これも上がった。8時45分に上がった。 結構上がった。200ドルぐらい上がってから何かあったんだろうと思うんだけど、調べてもわからない。調べてたんですよ、今ずっと。わからないんですよ。えー、利回り。10年祭利回りも、ここから8時45分から上がった。<laughs> 材料がわからない。何かあったんですかね。これライブだったらね、皆さん何かあったんですかねって聞くと、こうだよって教えてもらえるんだけど、ライブじゃないからね。わからない。で、自分で調べたんだけど、わからなかったですね。 何かがあったんでしょうね。それで、ドル円が上がり、え、ドル、米国30、ニューヨークダウが上がり、え、日経平均もここで上がり、上がったりすぐ落ちいいなんですけど、で、ドル円も上がり、ドル円も上がりました、みたいなことが起こっております。で、今ちょっと沈静化してますけど、何だったんでしょうね。で、なんか、予定で何かあったんかなと思って、え、この今日のね、水曜日8時45分見てみたけど、今日って8時、 で45分って何もない。<laughs> 何もない。何もないんですよ。何もない。明日だったらまだね、何か、8時。明日明日もあまり何もないんでね。金曜日の消費者不可指数ぐらいしかないんでね。でよくわからない。まあでも相場ってこんなもんで、いつこういう感じで急落とか急騰とかするかわからないんですよ。 で、昔から何回かありましたけど、相場超えて見てて、いきなりバーッと下げ始めて、はみたいな。何これみたいな。だん,だん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 だって下げ始めて、で、えー、これはなんだーみたいな。で、あとで、これはチャイナショックでしたとかね。<laughs> なんか、かチャイナショックっていうのもなんかよくわからない。あるいはリーバンショックだとかね。いろいろなものがあったんですけど、急にこう、どん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 下げていって、で、後でわかるみたいな。で、その時にはもう大損みたいなね。 そういうのよくあるんですよ。だから、相場はやってはいけないです。相場はやるもんじゃないですよ。やらない方がいい。いつそういう目にうかわからない。で、それで大損ぶっこいでも、誰にも文句言えないんですよ。ええー。それはこうでした。だから下げました。大あり。なんでね。だからね、今、最近だってあんまり大きな変動ないけど、とんでもない変動がありますからね。 それはとんでもない変動がいきなり来て、理由は後付けで、後でこうだったって言われて、ね、えー、ポジション持っていれば大損するんですよ。フラッシュ、フラッシュとか言ってね、ドル円なんかの2円、3円、急に下げるのあるからね。特にあの年末年始とか、クリスマスの辺とかね、あるいはあの、この間みたいに、えー、サンクスギビング、感謝祭の辺とかね、ああいう時って大きく下げたり上げたりするんですよね。まあ大体下げることは多いですけどね。そういうのはいつやってもおかしくないんで、 えー、だ投資はやめましょう。<laughs> 投資はやめましょう。<laughs> 皆さん、投資はやめましょう。<laughs> 本当にそれぐらいね、怖いことを皆さんやってるんですよ。だ僕なんか何回もそういうね、目に合いました。だって、東日本の時もさ、あの、311の時もさ、あの、ドル円大量に買ってて、ほんでめっちゃくちゃになって、だからあの時1000万くらいかあぶっ飛んだ。一 <laughs> 千万ぐらい。ただ、まあ、たかが1000万くらいですよ。 いや、もっとやっちゃった人いっぱいいるからね。だから僕の知り合いで奥飛ばした人がいて、あの時に。奥飛びましたって <laughs> あの、知り合いの人がね、メールくれて。いや、奥飛んじゃったって。困った、これは、これひどい目にあったっ。で、僕は1000万ぐらい確か飛んだと思うんですけど、それぐらいあの時飛びましたね。いやー、あれ大食でしたね。だけど、そういうことが、いつ来るかわからないんですよ それなのにやるんですか <laughs> それなのに君は、あなたはやるんですか本当に、僕もやってるけどね、怖くしょうがな、ね、い。だからね、それがいつあるかわからない世界なんですよ。知ってます知ってました本当にそうですよ。えー、で、なんか今日は疲労感が強くて大きな声が出ないんで、できるだけマイクに、最近はね、マイクに近づけて、このな感マイクに、ここに前から、ここに、ここに前からね、皆さんこんばんは。 <laughs> で小さい声でね、えー、だからなるべく本当にマイクに近づけて、あの声でかく、でかい声が出なくなってきてるんで、マイクに近づいて喋ってます。はいでこれ、あの収音マイクって言ってね、ガンマイクって言って、音をこう拾い集めてくれるそのマイクなんでね、それに、それ、指向性が強いんで、このマイクはね、そっちにこうちゃんと向いて喋らないとダメなんですよ。こう横向いて喋るとちょっと違うでしょこう横向いてしゃべると違うでしょ こう向いて喋ると違うでしょ <laughs> これ今、ここにマイクあるんですここに。はい。どうでもいいですね。まあ、そういうあたり。えー、今日もエピソード、エピソードしたい。えー、投資相談も、えー、投資相談、そしてメール紹介もやっていきたいと思います。えー、じゃあメール紹介、ちょっと早めですけど、メール紹介入りましょう。えー、メールをいつも皆さん、たくさんありがとうございます。えす、ー、べてのメールはご紹介できません。個別にお返事もできません。<laughs> 申し訳ありません。でもメールください。で、今日はなんかメール少ないですね。あの、多分ね、今日は相場がいいからじゃない相場がいい時ってやっぱりメール少ないような気がする。で、えっ、ー、と、相場が悪い時どうしたら、もうどうしたらいいんだみたいなメールが来る気がする。はい。そんな感じがしますけどね。今日はメール少ない。これ昨日のメールです。アトムママさんからね。ちょっとあんまり、あの、このアトムママさんのメールは、あ,あの、すごい褒めてくれてたんで、 え、褒めてくれるメールだったんで、嬉しくなって紹介します。他にもこういうメールが多数来てますが。多数来てる、来てる。来てるんですけど、来てない、来てないんですけどね。来てるんですけどね。来てないんですけど、こんなに褒めてもらって、もう舞い上がっちゃって嬉しくて。で、紹介しようと思って。本当は昨日読もうと思ったんですけどね。ラジオ様、こんにちは。毎日しっかり楽しく見させていただいております。 ラジオエジはお声が優しいので、ゆるく話をされているように聞こえますが、重要なところはしっかり押さえてくださっています。チャートしか見ていませんので、と時々おっしゃいますが、海外の重要イベント、指標までもしっかり売り込まれており、大変勉強になるそうです。ありがとうございます。<laughs> かね、以前、某有名な方の有料投資者論に入会していました。ああ、そうなんですね。有名な方って誰なんでしょうかね。えー それと比較するとラジオエイ様の動画がいかに素晴らしいのかを実感する日々です <laughs>、えー。最近はラジオエイ様が掲示してくださる日経平均のここなら買える売れる値段にアラートを設定し、アラートが来たらチャートや RSI を確認。1458を。これね、今日のテーマね。今日のテーマこれ、あの、投資信託なんですよね。えー、ETF ね、上場投資。 今日のテーマはこれなんですけど、この方もね、だから、あの、褒めてくださってるから紹介してるんですけど、今日のテーマは ETF ですからね。ETF1458 を一、えー、株ずつ買うという、う、売るをしています。ね。これが本当に素晴らしい制度でわかりやすいのです。そうでしょう、そうでしょう。<laughs> 本当の本当のしょぼしょぼ投資でお恥ずかしいのですが、何日かに1回数百円の利益が 節約ままには楽しく気楽です。コツコツと経験や知識、お小遣いが増えてきています。上昇相場から株取引を始めてしまったので、最近の下げ下げには冷やし、冷やしますが、これも大変良い勉強です。ただの近況報告となりましたが、日々のお礼と応援の気持ちをお伝えしたくメールいたしました。チャートの分析等、 動画を作成するために労力をかけてくださっていること、動画のチャートを見るとよくわかります。それも大変勉強になっております。いつもありがとうございます。これからも応援しています応援していますっていうね。<laughs> ありがとうございます。なんかないですかないですかなんかないですかえー、お気に。おきにおおきにごちそうさまでしたお気におおきに ごちそうさまでしたごちそうさまでしたですね。こんだけ褒めていただくと、何か美味しいものを食べたような、えー、ぐらいの効果がありますが。まあ、あの、だから今はね、えっ、ー、と、YouTube でね、いろいろ言う、あの、良い情報がね、タダで取れる時代なんですよ。YouTube でタダで情報を取る時代です。 だからね、僕はもう投資顧問とか前やってましたけど、あんな投資顧問にね、お金を払うとかね、古い。<laughs> すいません、投資顧問の方すいません。<laughs> 投資顧問の方もね、チャンネルやってるからね。で、大体ね、でもね、投資顧問の人のチャンネル人気ないね。やっぱりね。僕も投資顧問だったんだけど。<laughs> で、今僕は投資顧問でね、あの、僕の個人契約はね、えー、月年間50万円ですとか言ったらみんないなくなる。<laughs> みんないない 個人契約の場合は年間50万円でね、えー、こんなサービスを受けられますよ、ってね、言ったらみんないなくなっちゃうよね。タアでやってるわけですけどね。で、まあそういう時代になったんですよね。はい。だから、そ,そういう時代になったなぁって僕思ったのが2年ぐらい前で、やっぱりタアでそういうのをやってみる、やるといいんじゃないかと思ってね、でやってるわけですけど、そういう時代でありました。今は逆にだから投資顧問の人たちは多分あんまり、えー、会員がね、 えー、募集できないんじゃないかと思うんですけどね。まあ、ああのー、褒めていただきましたけど、あのー、お声が優しいということですけど、大きい声がもう出せなくなってきましてね。なんか、肺とかが疲れてきて <laughs>。だから、お優しい声しか出せません。もう。あとはね、本当にちゃんとしか見てない人間でして、で、いろいろ材料とかいろいろ織り込んでいきたいんですけど、 東証一部の銘柄だけでも何千銘柄とかあって、とてもじゃないですけど、材料がわからない。材料を抑えきれないんで、皆さん教えてください。はい。そんな感じがします。で、今ね、この日経平均のパネルは、あの、なかなか面白いですよね。いいものだと思うんですけど、これをね、できれば個別銘柄もパネル全部作りたい。パネルで個別銘柄のパネルを作って、で、今日これが買いだとか、パネルでやりたいんですよね。これね、これパ、パ,パネル。 これ、あーと、これ、これ、これ、あ、じゃパーネル、これね、これ買いとか売りとか分かりやすいじゃないですか。これ個別銘柄で,でき出てきたら、ね、えー、今日ソニーが買いですよ、シグナル出てますよとかね、やったらいいよね。それをやりたいんですけど、そこまでの時間がなくて、どうしようか今考えているところです。まあ、いろいろやりたいことはいっぱいあるんですけど、時間が足りないんですよね。人間も一人しかいませんし、こいつだけなんで。 ねえ、えー、一日六本も動画やってるとね、朝からまあ、までただただ動画やってるだけでしょ。安いご飯食べてね。<laughs> 安い。安い。あの、安いっていうかもう年取ってくるとご飯食べられないじゃないですか。で、あんまり、なんていうの豪華なものも食べられないっていうか、そういう豪華なものは体に悪いから、粗食ですよね。粗食になる。必然的に。で、粗食を食べて、粗食で、 えー、ずっと働いてるっていう、そういう毎日なんですよね。なんかね、こんな感じ。不安不安。不安不安不安って感じなんですけどね。そんな中、えー、やっていきたいと思ってるんですけどね。パネルを。まあ、その、それも考えて、ますます、えー、頑張れるようにしますので、よろしくお願いします。こちらこそ。お褒めいただきまして、ありがとうございました。あと、もままさん。ね。えー、ありがとうございました。 で、1458をね、今日今、今、えー、言っていただいたんですけど、1458もね、えー、これ、ちょっと見てみますか。ね、1458。これは日経平均に連動するレバレッジ型の投信ですよね。これは一株単位でいける。で、これはね、確か、信託報酬があまり高くないと思ったよ。えー、あの、ETF って上場投信なんで、えー、手数料の他に、 えー、信託報酬は必要なんですよね。年、ね、何パーとか言って。で、それ日割りで取られると思うんですけど、えー、それが結構安かった。で、えー、楽天がやってる ETF なんで、1458はね、楽天証券に口座とか持ってると、確か手数料はただ。で、信託報酬も安いということで、一株単位なんでね、ちょっと値段高いけどね、1万8000とか9000ぐらいですから、1570も、えっ、ー、と、これ、ETF ですよね。 これと比べるとちょっと高いですけど、1458。まあ、手数料が安いし、まあ、これぐらいのロッ、1ロットずつ買える、1株、1株ずつ買えるんで、ね、これ1万6800円が1万8000円まで来ると、1000円2000円みたいな。そんな、1000円とか2000円のお小遣いが入るっていう。そのレベルの投資をやってらっしゃるアトムママさんね。そのレベルっていうか、その規模のね、素晴らしい。<laughs> いや、本当にね、 これ一株ぐらいやっとくの一番いいんですよ。本当に。多くしたらダメで、これぐらいのね、規模で一株ずつね、えー。しかもラジオエジがここは買えるっていうところで一株とかね。そりゃ儲かるでしょ。で、リスクも少ないしね、お小遣いが入るのはありがたいっていう素晴らしい投資です。ね。褒めてもらったから褒め返す。<laughs> 褒め返し。ね。 なので、そういう、この投資をね、続けてください。こういうレベルだったらね、暴落来たって,って大丈夫もないもんね。えー、だから、そういう、こういうと投資をね、やってほしいなぁと思いますよ。はい。えー、そして次の方、えー、北風さんからね、えー、なんかこう、ね、太陽さんとかの方が良かったかな <laughs> 違う <laughs>。北風さん、寒いよ <laughs>。 冬に北風ですかっていうね。あ、ごめんなさい。北風さんね。冬ですからね。北風と太陽。ポカポカさんとかね。<laughs> 太陽さんとかね。北風さん。まだ今日はそんな寒くなかったけどね。北風さんは冬には辛いけど、北風さんありがとうございます。ニケレバについて。 ラジオエジ様、いつも動画を楽しく拝見させていただいております。参考になる部分が多くあり、非常に勉強になっております。本当に価値のある情報は無料であるとはまさに名言です。あ、こんな名言あったっけ <laughs> 本当に価値のある情報は無料である。最近だからね、価値のある情報が YouTube で無料で出てるんですよ。そりゃあもうね、YouTube の情報の価値といったらね、すごいよね。 それは情報が無料で入るわけだからね。だら僕も暇さえあれば YouTube 見てますね、えー。昔だったら、だから昔は読書を結構してましたけど、最近は暇さえあれば YouTube 見てますね。暇ないけどね。<laughs> 自分が YouTube で喋ってる時間の方が長いけどね。えー、さて本題なのですが、えー、よく一応何ゼロでの処方トレを推進されておりますが、動きが確かにおかしいですよね。あ、今日言いましたからね。あの、ある方から、 今日は上がってるのに、えー、1570の上昇幅がおかしいという話があって、そういうのはありますよという話したんですけど、日経に対してダブル、ダブルインバースダブルなんだっけインバースへ。ダブル、うんとなんだっけ <laughs> えっと、1570ちょっと名前、正式にはなんだっけ ?1570、えー。日経平均レバレッジだね。えー、1570。日経平均レバレッジ。まあこれレバレッジってことはね、 日経平均が動くのに輪をかけて動くっていう、そういう意味ですね。1応5 8なんのとき ?1458。1458 14もレバレッジ指数連動型投資信託ですね。上場投資信託、ETF。ETF って何の略だっけのえー、っとね、ETF 今資料見てますけど、えっ、ー、と、Exchange, Exchange Traded Fund。Exchange, Exchange Traded Fund。<laughs> 今、英語風には発音してませんけど。エクスチェンジトレイディ、トレーディッドファンドですね。はい。えー、ですね。ETF。で、これはこれもレバレッジかかる。んですけど、まあ、ああの、で、えー、ダブルインバースとかはダブルって書いてあるけど、これダブルって書いてないから、えー、でも2倍が基本ですかね。本当は日経平均に関して、 え、対して2倍動く銘柄だと思うんですが、今日日経平均が405円だが1.42%の時に、1 5 7ゼ円は290円だ1.8%で、えー、15,730でおびきでした。普通に考えたら2.8まで行かなきゃいけない。15,870ぐらいまで行かなきゃいけないんだけど、行ってないと。 で、おかしいな動きをするから、長く持つ銘柄ではないなど、震えておりましたが、白と私はその意味が、仕組みがよくわかりません。もう少し噛み砕いて仕組みを教えてください。え、あと一株単位で購入できて調整しやすいのは理解できるのですが、なんで激押しするんですかご教授いただけると幸いです。季節柄をお体にはご自愛いただき、動画配信を元気で続けてください。失礼いたします。さようなら。はい。え、北風さん、すいませんね。お名前にね、 えー、お名前をディスったりしてすいません。<laughs> 北風さん。っていうね。えー、で、これなんですけどね、ETF ってね、実は、あの、すごい仕組み複雑で、ETF のことをしっかり学ぶんだと本が出てまして、ETF の勉強だけで一冊の本が出てます。<laughs> まあでもね、そんなもん買ってましたけど、僕もね。 一応読んでみたかなパーっと読んでみたけど、そんなの買う必要ない。まあね。ETF は株と同じように自由に売買ができる。で、売りからも入れる。そして手数料のほかに信託報酬が取られる。分配金っていうのもあるんだが、あれ分配金ってもらえるんだったっけな <laughs> 現物で買ったらもらえ分配金もあるんですよ。分配金もらえたっけな もらえるかもしれない。ちょっとごめんなさい。ちょっと待って。ETF の分配金。えっ、ー、と、ETF 分配金。ちょっと調べる今ね。えー、ETF。もらったことないんだよな。分配金。えー、分配金ってのは、あ、もらえるもらえる。やっぱもらえるんだよね。分配金がもらえます。えー、分配金。ETF は分配金があります。 でも、えー、利子や配当などの収益から信託報酬を控除した金額を分配することになっているから、あんまりもらえなくて分配金がゼロのこともある。あ、だからだな。分配金も出るんですよ。出るけど、もらえない場合もあるということで、あんまりもらえないのかな。で、信託報酬を捉えるっていうのがあって、そういうようなことがあって、そういう仕組みがあります。で、このレバレッジ型は、日経平均よりも2倍ぐらいの変動幅で動くことになっているんですけど、 新託報酬を捉えるので、なんかね、長く持っていると、例えば、最近ちょっと値、ね、動きがね、おかしくなってきているのが、特に、ダブルインバースの方ね。で、この1458とか1570は、日経平均が上がれば上がる、下がれば下がるやつなんですけど、1357は、えー、下がれば上がって上がれば下がる、甘野、ま、弱投資なんだよね。で、こうやって今今日上がったから下がってるんですよ。ETF1357 とか1360とかね。で、こういうのはね、しっかり連動してないんだよね。 でこれはね、だからねう、運用が結構大変みたいで、えー、いろんなことをやって運用しているみたいなんですけど、これ運用するのが大変なの。で、えー、実際になんかいろいろ先物とか多分売買しながら運用していると思うんですけど、それに経費がかかったり、人手がかかったりして、それで目張り、目減りするみたいで、えー、それでしっかり価格が変動しないんだよね。えー、だから、下が、下がってるのに、日経平均下がってるのに上がらないとか、上がってるのに下がらないとかね、それあるんですよ。 これはね、1357も1570も少しずつある。だそれはもうしょうがなくて、そういうもんなんだということで、えー、ご勘弁願いたい。<laughs> いや、僕は別に ETF 運用してないんだけど、ご勘弁ください。はい、そういうもんです。で、えー、っと、この今の話で、この1570とかをなんで、えー、っと、激押しするんですかっていうことなんですけど、これは、これ1570ロ買いますと、 これ日経平均レバレッジなんで、あのー、ね、225全体にこう投資する意味があるわけよ。分散投資ですよね。それから僕はよく言ってるのは、相乗に、こう相乗にポジションを作っていくと、損切りしなくて済むって話をしてるんですけど、それがこれできるんですよ。で、しかもね、できればね、信用取引でやった方がいいの。あの、現物でやると一緒になっちゃうから、えー、信用取引でここで買いました。 でまたね、1000円下がってこれで買いました。また1000円下がってここで買いました。1000円下がってここで買いましたってやっとくと、これ上下変動の中で損切りしなくても調整しながらなんとかやっていけるんですよね。だからそういうやり方もできるし、で、あとはやっぱりちょこちょことね、少しずつ買って、また下がったらまた買ってとか。 え、できるじゃないですか。そういう調整がね、ポジションごとにできるんで、できれば、信用取引で買うといいんですけど、ポジションごとにしっかり調整ができるでね。これだけ手締まうとかさ、ね、えー、相乗に買っといて、で、上がった時に、えー、これを上がったやつをリグって、で、上で売ってたやつをちょっと手締まうとかね。いろいろできるんですよね。で、そうやってポジションを解消するとか、そういうやり方もできるので、あんまり下手国こくと、それで相乗にやっててもダメですよ。だから、 えっと、こっからだったら買えるよ、みたいな。今だったら買えるよ、ぐらいのところから、相乗に、こう、えー、ね、レイヤーで、こう、幅を広げて、買い、買い、買いって難品していくね。そうすると、よっぽどのことがない限りは、あの、なんとかなるんですよ。えー、平均単価下げていけるしね。だ普通に上がれば、そうやって買っといて、で、普通に上がれば、利確ができるんだね。 だけど、一回だけ買っただけで、下がって、大きく下がって、途中まで戻しても理覚できないでしょでも、買って、買って、また買ってってやっとけば、大きく下がって、戻した時に、理覚できる。ですよね。だから、そういうやり方もやりやすいんで、激押ししてるわけ。でも、ね、例えば、任天堂って500万からじゃない。これ、500万何回も買えますかって話。これ、投資人託これね、あの、信用で買ったら、5000円ぐらいで買えるわけだよ。3分のちで買えるからね。 5000円で買って、1株5000円。で、10株でも5万円でしょ普通に投資するよりも、うんとやりやすいですよね。ただまあ、最近よく言ってるんですけど、これで投資するよりは、まあ、ETF の方が、ETF じゃなくて、えー、CFD の方がいいと思うけど、CFD とかの方がいいと思いますけど、それそれでね、また怖いんで、まあ、順番にね、CFD なんかは、あの、デモトレードがあるから、CFD でデモトレードやって、 え、見てはいかがでしょうかみたいなね。そこから切り替えるのもいいし、と思います。で、僕が、あの、1570とか、あの、推奨する理由は、材料が出ない。ね、TOB とかで、ね、や,やらないし、いきなり工房増資とかもやらない。1570ね。これ工房増資とかないですよ。だから、悪材料出ない。何か不祥事が起こるとかね。水ほみたいな。<laughs> 不祥事が起こるとかない。 1570の不祥事はない。これ全体だからね。えまあ、それ全部に影響する材料は、もちろん影響しますけど、それがな、ね、い。個別メー,カーの材料って一番、あの、嫌なりますよね。あれ出たとき。個別材、個別メー,カーに材料が出て、ね、いきなり TOB はあれだけど、極端だけど、いきなりね、えー、公募増資やるとか言ったらいきなり下がるじゃないですか。あれ、勘弁してくれ。って話で。それがないのもいい。 そして小刻みにできる。で、相乗にこう投資ができて、損切りしないでもいいやり方の投資ができる。っていうのがね、これの特徴なんでね。はい。えー、これはやったらどうでしょうかね。ただ、今言ったみたいに、信託手数料、信託報酬取られるんでね。えー、上場投資信託ですからね。 でね、これ、いろいろあるんですよね。今、これ、東証一部をさ、今僕のチャート利益枠では、これ、あの、金額順に、あの売買代金順に並べてるんで、ソフトバンから来るんですけど、ちょっとね、これ、並べ方変えてみるよ。変えてみると、うんとね、変える、ート条件で変えますけど、これ、銘柄コードでね、並べ替えて、照順でやるとね、これ、銘柄コードで並べか、あ、照順じゃねえや、え、順でやらなきゃダメな。 えー、銘柄コードの高順で並べ替えますと、そうするとね、これあの、一から、あ、ごめんなさい。銘柄コードの、小順です。はい。小順で並べ替え、これよかった。小順で並べ替えますと、1から始まって銘柄が出てくるんですけど、えー、1から始まって銘柄が出てくる中に、いっぱいね、えっ、ー、と、ETF が出てくるんですよ。えー、これね、トピックスの上場投進、えー、トピックス連動型、ね、 から、これ、中国株式連動型。えー、それから、小型コアインデックスうファンド。えーこ、これは何だこれは何だわかんないのもあるんだよ <laughs>。日経300に連動する投資信だとかね。あとはね、中国株とかね、南アフリカの株式とか、ロシア株式投信とかね、ブラジル株投信とかね。これは金かな金ね。 えー、そして、えー、これ金、1328金の、えー、純金連動投資ね。金買わなくてもこれ買えば金買うのと同じ意味がある。えー、それからね、えー、と何があるリートの連動投資とかね。リートって不動産投資信託のまた ETF なんだよね。これね。それから、えーと、J リートのインデックスファンド。えー、そして、えー、あと何があるトピックスの投資信託、えー。そして、 この辺ちょっと飛ばして、えー、欧州株、ユーロ株、ね、えー、英国株、米国株の投資信託とかね。だからアメリカ株なんて買わなくてもこれ買えばいいんだよ。<laughs> でしょ。こういうの買えばいいね。あ、これ、これ直接進めるわけじゃないけどね。いろいろ調べてからじゃないと進められないけど。あとは、えー、こういうとこもね、えっ、ー、と、台は日経平均、えー、日経400とかね、ある。 それから、この辺もいろいろあって、まあに、に、賑わってないやつもあるんだけど、この辺もいろいろあってね、えー、米国債、国債、アメリカの国債とか S&P とかね、S&P のやつとか、えー、ナスアックなんかもあるけど、今出てきてないけど、えー、米ドル建てのなんだ、投資的確社債とかね、なんか難しい、えー、後輩党日本株投資とかね、えー、もういっぱいあって、 えこういうので、それぞれね、えー、違うんですあ、この辺ね、ナスダック100連動投資とかね。えー、ダウジョーンズ、ね、えー、ニューヨークダウンのインデックスファンドン。ニューヨークダウンに連動するやつとかね。まあ、いっぱいあるんで、こういうものを利用すれば、えー、これでね、えー、いろんな投資ができるっていうメリットもあるんですよね。だからこうやって、あの、15なんとかとか、13なんとかとかね。 そういうのが結構こういう投資信託これ今200本ぐらい二百240本ぐらいあるので、いろんなものがあるので、で、ただね、逃げわってないものもあるので、それはちょっと注意が必要ですけど、逃げ終わってるやつもあるし、いろんなものはね、とにかく何にでもね、ETF 使ったら何にでも投資できるんで、日本株使ってね。で、えー、買イバイ,バイ,バイさっとできるでしょ。で、まあ、あんまり流動性の高くないやつは、売買が難しいのもありますけど、えー、流動性の高いやつはね、 え、簡単に売買できるんで、ちょっと戻しますけどね <laughs>。え、売買代金、売買代金の後順かなはい。いつもの、え、並べ替え順に戻しましたけど、今みたいにね、えー、銘柄見ていくと、いろんな ETF があるので、調べてみていただいて、仕組みも、まあ、まあ、大体その、今みたいな感じで、えー、いいんですけど、普通の株みたいにできる、えー、投資ができる、信用取引もできる、ただ、売りからも入れるのは結構ありますし、 え、それから、ダメなのもあると思いますけど、で、小刻みにできる。で、できればね、信用取引でやると、ポジション調整がしやすいかな、みたいな感じで、え、分散投資ができたり、え、するし、材料がね、出ないしっていうのこともあって、僕は ETF をね、進めてるんですよね。そんな意味ージがあります。はい。えー、ということなんで、えー、皆さん、ぜひ、え、ね、投資、え、やるなら、 1570とか1357みたいなね。ETF を検討してください。北風さん、えー、ありがとうございました。ね。えー、そういうことです。だいたお分かりいただけましたかね。これだからいろいろ運用してて経費もかかるし、運用が大変で、なかなかしっかり2倍の値段がつけられないみたいね。<laughs> そうがあるみたい。だから、で、長く持ってるとね、だん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 ちょっと乖りしてくるんだよね。 であんまり長く持ってると、だん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 帰りしてきて、えー、長く持っててこれぐらい上がってるからこれぐらい上がるはずなのに、えー、実際に長く持ってたらこんだけしか上がらなかったとかね。えー、日経平験はこんなに下がったんだから、えー、1357じゃなくて1、1、1357、157、1, 5 1 3 5な逆にあが、あ逆で動くやつはね、こんなに日経下がったらこんなに上がるはずだっていうのがこれぐらいしか上がらないとかね。しょっちゅうある。でね。その辺もちょっと気をつけながら、 あんまり長く持たない方が、だからいいと思うんだよね。特に逆連動型はね、日経と逆に動くやつは長く持たない方がいいと思いますけど、えー、そういった経費がかかったりするんだけど、それに、えー、を差し引いてもね、あまりあるぐらいのメリットがありますので、えー、皆さん、検討してほしいなと僕はいつも思っている。だから、激推ししているんですね。材料が出ない。細かくできる、えー。まあ、いろいろ経費もかかるけどね。まあ、そういう意味で、 でも、そんなめちゃくちゃわか,かるわけじゃないから、その辺き、あの、調べてみてください。楽天証券に口座開設すれば1458とか、手数料タダで信託報酬も安かったから、な、わかんない。何か僕が見落としてるかもわかんないけどえ、結構あれなんかもいいんじゃないと思いましたんでね。そういうあたりも検討してみてください。ということでえ、今日はね、えー、教育番組。<laughs> 教育番組。ETF、上場投資について詳しく知りたい。 えー、担当はラジオイジでした <laughs>。本当にね、あの、まあ、大した知識にならなかったかもしれないけど、いろいろある、えー。そしてなかなか便利だということでね、使っていただければ幸いです。皆様、メールありがとうございました。またメールくださいね。今日はこっから顔が出せますね。はい。珍しい。えー、じゃあ、バイバイ。バイでした。明るい声だね。 ねえ。バイバイ。い軽い声だよね。<laughs> お疲れ様でした。これ疲れてないね。お疲れ様でした。疲れてないね。もう僕今お疲れ様でしたってお疲れ様でした。これ疲れてないこいつ。お疲れ様でした。全然疲れてねえじゃねえかよ、前は <laughs>。お疲れ様でしたって言うのね。あ、だから疲れてない方が疲れてる方をねぎらってるから疲れてないんか。そうだね。 疲れてる人お疲れ様でしたって言ってられるわけじゃなくて、疲れてない人が疲れてる人に、お疲れ様でしたって言ってるんだよ。お前も疲れるよ、少しは。みたいな。<laughs> はい。えー、切りがないので終わりたいと思います。えー、終わり、ラジオエジでした。